基本的にはですねユニクロですとかセレクトショップで揃えることができるのでぜひ皆さんこんにちはスタイリストの大山春です今回のテーマなんですけども春のミニマリスト化計画ということでこの5点だけを持っておけばなんとか春の着こなしは回すことができるんじゃないかというテーマでお話をしてみたいなというふうに思っています人によってファッションの考え方ってそれぞれだと思うんですね 毎日違った着こなしを楽しみたいという方もいらっしゃるかなと思うんですが、その一方で自分の中である程度ユニフォーム化したい、こういった思考の方もですね、結構男性は少なくないかなと思っています。僕自身もですね、どちらかというといろんな着こなしを楽しみたいというよりは、ある程度はですね、型みたいなものを2、3パターンぐらい作ってしまって、それをですね、楽しみたいという思考の方が強いんですね。 まあ、こちらの動画を見ていただいている方も結構うなずいている方も多いかなと思うんですが、そういった場合にですね、今回ご紹介する5点があれば結構ですね、便利かなと思うので、ぜひ皆さんにはですね、参考にしていただければなというふうに思っています。まあ、今回はですね、僕がお勧めする5点という形でお伝えしますが、その中で皆さん内にですね、少しずつカスタマイズすれば、より皆さんにしっくりくるようなスタイルが作りやすいかなと思うので、ぜひ最後までお楽しみいただければなと思っています。 こちらのチャンネルでは主に大人のダンスに向けてメンズファッションの今日をですね、なるべくわかりやすく解説をしています。もう少し中級者的な内容に関しましては、僕がですね、週2回のペースで配信をしてます、YouTube のメンバーシップ動画の方でオリジナル動画を公開してますので、よかったらそちらの方もですね、こちらの動画の下にある説明欄にリンクを貼ってありますので、よかったらそちらの方もチェックしていただければなと思っています。それでは早速行ってみましょう。 はい。ということで、5点のアイテムをですね、皆さんにご紹介したいなと思うんですが、実はですね、今の段階で全てアイテムは僕が着てしまっているんですね。ですので、今日の完成形としては、このスタイルなんですね。 僕が考える2021年のある程度ベーシックさとトレンドさというところを踏まえた着こなしというのはですね、まさに今日の僕の着こなしかなというふうに思っています。ですので一点ずつ解説をしていきたいなと思ってるんですが、まずはですね、一番外側に着てるものですね、こちら見ていただきたいんですけども、まあ春先というのはシャツ1枚だとか T シャツ1枚だとやっぱりちょっと肌寒い感じがするので、僕の中では1枚羽織り物があるといいかなというふうに思っています。 ただその羽織り物に関しても着丈が長いものだと3月ぐらいだと結構良かったりするんですが4月から5月だとやっぱり暑い感じがしてしまうんですね。 ですので、軽く羽織れて、薄手で、なおかつ着丈が短いもので、使い勝手がいいものといったら、これはですね、今トレンドアイテムとしても結構いろんなショップに並んでますが、今僕が着ているシャツアウターですね。これがですね、もう間違いなく使い勝手がいいかなというふうに思っています。まあ、同じようなアイテムとして、ネイビーのジャケットみたいなものもあるんですが、そういったものは、やっぱりですね、ビジネスカジュアルの香りがするので、もちろんいいんですけども、休日に1枚 れだけ持っておくのであれば気兼ねなくですねさらりと羽織れるようなこういったネイビーのシャツアウターみたいなものが1枚あるとめちゃくちゃ便利なのかなというふうに思っています。 僕はですね、おととしぐらいからこういったアイテムにどハマりしてしまって、この季節はですね、だいたいシャツアウターで過ごすことが多いですね。今バリエーションとしてはだいたい6枚ぐらい持っていまして、ネイビーですとか、ブラックですとか、あとはオリーブですとか、こういったものを所有しているわけなんですが、まず使い勝手がいいのは、メンズファッションにおけるベーシックな色合いであるネイビーなんじゃないのかなというふうに思っています。 で、すのでこういったものを身近なところだと、例えば GU だとか、あとはグローバルワークだとか、あともうちょっと価格帯を上げるのであれば、僕が今着ているグリーンレベルだとか、こういったところで購入していただくと、まず間違いなく春の着こなしに重宝するかなと思うので、ぜひこのアイテムはチェックをしていただきたいなというふうに思っています。 まあ、アイテムの立ち位置としては、綺麗めとカジュアルというところで言うと、やっぱりですね、中間よりもやや綺麗め寄りなんですね。まあ、ジャケットに比べるとカジュアル感はあるんですが、一応シャツの延長線上のアイテムなので、襟も付いているので、ちょっと上品な見え方もするんですね。ですので、僕ら大人世代にはすごく使い勝手がいいですし、なおかつトレンド感があるので、ぜひ皆さんも1枚持っておいていただければなというふうに思っています。 そして続いて2点目なんですが、内側に着てるアイテムですね。これは白のワッフルクルーネックロング T シャツですね。これユニクロのもので僕は揃えているんですが、これまたですね、めちゃくちゃ便利で、昨年動画の中でもご紹介したかなと思うんですが、今年も継続してユニクロで取り扱いがあるので、ぜひ皆さんこちらはですね、1枚揃えていただけるといいかなと思っています。 前回もですね、ミニマリストの動画を出した時に、その時にご紹介したのは、グローバルワークのワッフルクルーネックロンティーだったんですが、生地が厚みがあったんですね。ですので、秋冬なんかには活躍してくれるんですが、春先、特にこれから4月5月は結構暖かくなるので、あのワッフルクルーネックロンティーだとちょっと厚手かなと思うんですね。その点、このユニクロのワッフルロンティーに関しては、かなり薄いんですね。 これどれぐらい伝わるかわかんないので、ちょっと画像を出しておきたいなと思うんですが、結構薄手なんですね。で、生地に凹凸感があるので、普通のロンティーに比べると、ちょっと見え方としてもですね、ニットのような上品な雰囲気が漂いやすいんですね。ですので、僕はサラリとしたロンティーよりは、こういった凹凸感のあるようなワッフルロンティーがすごく使い勝手がいいかなというふうに思っています。 で、これがいいところはですね、結構シワとかも気にならないので、ガンガン選択しても使いやすい点なんですね。まあ、ミニマリストとか、なるべく少ない服の量で過ごすっていうことを考えると、あまりですね、白いアイテムというのは使い勝手は良くないんですね。というのも、やっぱり汚れが気になるからなんですね。 その点、こういったワックルクルネックロンティーに関しては、割とガシガシ洗ってもですね、そこまでへたれないですし、使い勝手がいいかなと思うので、白という色であっても、すごくですね、重宝しやすいかなと思っています。特に今回のようにですね、重ね着する際のベースとしては、すごく使い勝手がいいので、これはですね、ユニフォーム的に何枚か揃えてもらうのもいいかなと思うので、ぜひチェックしていただければなというふうに思っています。 はい、続いて3点目なんですけども、ボトムスですね。これはですね、まあ動画の中でも何度か出てきてますが、ユニコーンのスマートアンクルパンツですね。これは間違いのない選択かなと思ってまして、特に春先からは僕はガンガンに活用しますね。まあこういったユニフォーム的に使うボトムスというのは、僕はブラックが鉄板だなというふうに思ってるんですね。どんな着こなしにも馴染みやすいですし、今回のようにホワイトだとかネイビーを使った着こなしにも合わせやすいので、 これは一本あると便利なのかなと思っています。ただこれがですね、秋冬になるとブラックジーンズなんかが使い勝手がいいかなと思うんですけども、細身のブラックジーンズってタイトなので結構ですね、生地が張り付くんですね。ですので春夏だとちょっと暑いんですよね。ですので、ある程度風通しのいいこういったスラックス調のアイテムの方が僕はですね、この季節には適してるんじゃないのかなと思っています。 スマートアンクルパンツというのは決してバキバキに細いようなスタイルではなくて適度にですね、もも周りにはゆとりがあるんですね。ただ膝から下に関してはテーパードといって細くなるようなシルエットなのでこれはですね、すごく大人の男性には似合いやすいボトムスかなと思っています。結構ももが張っていたりだとかお腹が出ている男性にもですね、ハマりが良かったりするのでそういったスタイルにあまり自信がない方こそですね、ブラックの細身のジーンズよりは こういったテーパードの効いたスラックス調のアイテムがですね、めちゃくちゃ使い勝手がいいかなと思っています。ただこういったスラックス系のアイテムって一つだけ難点があって、普通のスラックスを履いてしまうと丈が長すぎてなんかこうビジネスライクな感じがして収まりが良くないんですね。その点スマートアンクルパンツは最初っからですね、アンクル丈になっていてクブ丈ぐらいなんですね。 ですので、スラックスなんですけど、程よくですね、カジュアル感も出つつ、抜け感みたいなものも出せるので、すごく使い勝手がいいかなと思っています。そしてなんといっても、ストレッチ感もね、すごく効いていて、すごく履いていて気持ちいいんですよね。ですので、このアイテムがなんかユニフォーム化するのであれば、僕は今めちゃくちゃ使い勝手がいいのかなというふうに思っています。 これもかなり買いやすい価格帯で売ってますので、ぜひ皆さん、まあ、できればネイビーとブラックのような濃い色がいいかなと思うんですが、今回上半身はネイビーにしたので、ボトムスに関してはブラックで引き締めた方がバランスがいいかなと思うので、ぜひこちらもチェックしていただければなと思っています。そして靴ですね。足元なんですけども、これも悩みどころでしたが、まあ、春ということでちょっと明るさを足したいなということで、白のレザースニーカーをチョイスをしています。 僕が履いてるのはこちらはアディダスのスーパースターですね。しかもちょっとこれはエディフィスの別注バージョンなのでなかなか手に入りにくいものなんですが、まあこういったものではなくて、まあベーシックなのはスタンスミスですかね。これを選んでおけばまず間違いがないかなと思いますし、スポーツブランドのロゴがあんまり得意じゃないなという方も少なからずいるかなと思うんですね。そういう方の場合はセレクトショップのオリジナルの白レーザースニーカー、 これが鉄板で使いやすいかなと思っています。まあ、代表的なところで言うと、エディフィスが今季すごくいいのを作ってますし、あとはビューティアンドユースとかもですね、結構毎シーズン白のレザースニーカー作ってますので、そういったものをチェックしていただけるといいかなと思っています。 もしくは少し癖がある感じが好きであれば以前動画の中でも解説をしましたグリーンレベルのジャーマントレーナーのホワイトこれまた使い勝手がいいかなと思うのでこういった着こなしの中にですね少し明るさが足せるような白系のレザースニーカーがあるとこれはユニフォーム化しやすいかなと思っています ただ、白レザースニーカーにもですね、一つ弱点がありまして、ちょっと汚れやすいんですよね。ですので、ある程度は消耗品として捉える必要があるかなと思うんですが、もうできるだけ汚れを目立たせたくない場合は、ブラックレザースニーカーに変換してあげてもいいかなと思うので、そのあたりはですね、皆さんの好みだとか、ライフスタイルに合わせながら調整をしていただければなというふうに思っています。はい、続いてラスト5点目のアイテムなんですが、今僕が着ているこちらのパーカーですね。 まあ先ほどのスタイルの中にはこちらを入れることはできなかったんですが、このパーカーというアイテムも春先にあるとですね、めちゃくちゃ重宝するアイテムなので、1点加えていただけるとすごく便利かなというふうに思っています。 特に春先に1枚だけで着こなしを成立させるためには、これはですね、もう間違いなく使い勝手がいいアイテムかなと思っています。まあ様々なところで今パーカーが取り扱いがあるんですが、ジップ式のものよりは、今僕が着てるようなこういったプルオーバータイプですね、被って着るタイプの方が今っぽくて使いやすいかなと思うので、そういったものの中でジャストサイズのものではなくて、 少しだけ緩さのあるようなサイズ感のものを選んでもらうとすごくバランスがいいかなと思っています。もちろんユニコロでもこういったものは買うことができるんですが、こういったパーカーって意外と1枚で着ることも多いですし、春、秋、冬と3シーズン活躍するので、ちょっと奮発してセレクトショップのオリジナルを買ってもらうとすごくバランスがいいかなというふうに思っています。 結構最近のスレクトショップのオリジナルのものは最初からサイズ感に少しゆとりがあるものが多いので通常のサイズを選んだとしても最初からですね少しゆったりめになっているのですごく選びやすいかなというふうに思っています、まあ、代表的なところで言うとエディフィスですとかユナイテッドアローズですとかこういったところのパーカーがすごく完成度が高いのでぜひ皆さんもチェックしていただければなと思っています、まあ、今回はですね僕は春ということで明るめのパーカーを選んでいます ま、色合いに関しては、白だとか、ライトグレーだとか、ナチュラルだとか、こういった色合いの方がですね、春らしい感じがするかなと思うので、一着揃えておくと便利かなと思っています。そして上がちょっと明るいので、ボトムスは先ほどのスマートアンクルパンツで色を引き締める。これがバランスがいいかなと思うので、こういったものであれば少ないアイテム数でも回しやすいかなと思っています。 まちなみにちょっと肌寒い場合に関してはこのパーカーの上に先ほどまで着ていたシャツアウターを羽織るというのもですね結構バランスがいいので様々な着こなしに応用しやすいかなというふうに思っていますまだ大人が着れるようなちょっと上質なパーカーを持ってない方はですねこの際にユニフォームの一つとして検討していただければなというふうに思っています はい。ということで、今回の動画では、春のミニマリスト化計画ということで、具体的に5つのアイテムを皆さんにご紹介させていただきました。どれもベーシックで使いやすいアイテムではあるんですが、その中にほんのりトレンド感が漂うような要素をですね、入れ込んでいるので、結構ですね、多くの男性にも使い勝手がいいかなというふうに思っています。 まあ毎日ですね、違った着こなしを楽しみたいという方もいるかなと思うんですが、ある程度ユニフォーム化するためには、今日ご紹介したアイテムというのは、結構ベースとしては使い勝手がいいかなというふうに思っています。今日ご紹介したアイテムに関しては、基本的にはですね、ユニクロですとかセレクトショップで揃えることができるので、ぜひ皆さんもですね、気に入ったものをコツコツと買い揃えていただければなというふうに思っています。 これからもこちらのチャンネルでは大人の男性に向けてなるべくわかりやすくアイテムですとかコーディネートの解説をしていきたいなと思ってますのでよかったらチャンネル登録の方もよろしくお願いしますそれではまた次回の動画もお楽しみにおしゃれ初心者から中級者へステップアップしませんか限定動画では中級者向けのアイテムコーディネートからライフスタイルまで発信皆さんからのご質問のほか、無料動画では語れないスタイリストの本音もお伝えします大山旬のメンバーシップチャンネル